はい、どうも皆さんこんにちは。今回も自己紹介やっていきたいと思います。いや、なんて、あ、KC カップね、皆さん最初雑談なんですけど、 KC カップお疲れ様でした。まあ辛いですよ、あれ、大会をね、みんなガチガチのデッキで組みますから、まあね、新しいパック出て新しいカード使えなくても、まあね、デッキのね、構成的にやっぱね、カリマとかね、サクルとかあの辺はやっぱ勝てないじゃないですか、なかなかね、普通のデッキでは。なんでまあね、ランク戦があるときついんですよ。 KC カップはこれが使えたんですね、これ。暴れる将に KC カップはまあね、なかなか単純にやりたいデッキで言ってもね、勝てないし、ボコボコにされるし、でフリー対戦やったらこのボコボコにするし、まあバランス取れなくて大変だったんですけど、やっとランク戦開催されたと、最悪開催されたということでやっていきたいと思います。でデッキ名こちら、後ろに暴走、圧倒的、表、こちらです。これやっていきたいと思います。で、キーカードはこれ、アバルーションに新パックでね、出たカードなんですけど、また僕はね、遊戯をやるつもりはないですから。コイン投げて、最後の振って、なんぼなんで、これやっていきたいと思います。で、こいつの効果はですね、一旦に一度自分のメインフェーズ時に発動できると。で、コイントスで裏表当てますと。で、当たった場合は相手ライフに1000ポイントダメージで、外れの場合は自分のライフに1000ポイントダメージと。いうことなんですよね。要は時の魔術師みたいな感じの使い方でバーンダメージを与えていくような感じですね。もう戻しが暴れてる後ろにさ、すげえなんか吹っ飛んでるおっさんいるんですけど、このね、このカードをぜひね、活躍させていきたいと思います。で、基本的なこのデッキ構成、この辺のね、時の魔術師とかツインバレット、この辺は超チートタクティクスデッキなんですよ、基本的にコンセプトはね。そこにこの後ろにを組み込んだみたいな感じですね。で、まずそちらの動画まだ見ていないギャンブラーの皆さんいましたら、ギャンブループの皆さんいましたら、ぜひ、ね、そちら見ていただければと思いますが、基本的にはこのアマゾロスの鎖使いと銀幕で、ライフポイントを削っていくような戦い方になりますね。で、アマゾロスの鎖使いは1500ライフ払えば相手の手札からモンスターパクってこれるんで、これもまあまあね、アドが稼げるんでまあまあ強いですよ。で、銀幕は一応ね、ライフポイントを2000払う方をメインに使っていきます。攻撃を反射させるような使い方はね、基本的にしないつもりです。だからね、この辺はね、もしかしたらね、新しく新パックで言ったニードルボールとか、この辺をね、使えばね、代用できるかなとは思います。ただね、やっぱね、時の魔術師とあとそれからエネコン、イタクア、クリボール、この辺は必須になってくるんで、これ持ってない方はね、なかなかね、難しいかもしれませんね。要は時の魔術師を守れたりとか、アバレーションに守れたりしないとね、いけないので、これの防御札は多めに積んでいただきたいと思いますね。で、ツインバレルはやっぱ後ろの、ね、セットカード割れるんで、それがね、やっぱ強いから、この辺もぜひ積んでいただきたい、持ってる方は。時の魔術師はやっぱりね、このコインゲデッキには3枚はやっぱりね、欲しいと思う。結局時の魔術師引けないと結構ね、辛いパターンが多いので、だからこそこれでね、コアップオブエースを3枚採用してまして、ドローソースでドローを加速していくと。で、どんどんアデを稼いでいくという感じですね。で、時の魔術師と暴れ牛鬼が出た時にアタック、まあ低いじゃないですか。こいつ500だし、まあこれもアタッカーですよ、もちろん。僕のデッキ、この時の魔術師はアタッカーとして数えてるんで、時の魔術師と、暴れ牛鬼は、まあアタッカーなんですけど、攻撃力が低いので、イタクワとかエネコンとかクリボールで守っていくという感じになります。で、まあ第1ポイントチョイスはツイスターとかね、カリバとか、結構フィールドカードとか割れたりするんで、それでね、第1ポイントチョイスできることもあるんですよ。だから一応ツイスターは1枚積んでおります。基本的には時の魔術師と、暴れ牛鬼と、ツインバレルでこの辺で殴ってバーダメージ与えてライフポイントを削っていくという感じになるかと思います。まあね、実際にバトル見ていただくのが分かりやすいかと思いますので、それでは早速バトルやっていきましょう。どうぞ。はい、終わりました。カイバセトさんですね、よろしくお願いします。デュエルスのバイ、やっぱりなかなかね、ライフポイント調整が一番難しいですね、このデッキはね。はい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 、エネコンセットしといてからの、まあここは耐えるとしかないかな。もう初手から後ろにぶっぽでもいいんですけどね、まあ、それが本当の真のギャンブラーだっていう説がねありますけどね。ですね、やっぱり、ね、銀幕とか鎖使いあたりが引けてればまあいいんですけど、一番ライフポイント調整に1700打点か、まあ、1700打点はもらってもいいな。
はいはい、バトル、はい、それはまあもらいましょう。で、ここで来るかアマゾネス。セットしかないかな。アマゾネスセットしといてターンエンド。モンスター2体目ならストップ可能ですけど、あ、セット、セットありがたい。セットすげえありがたい。これでバトルしてくれる。これは通す。効果発動でパクる。モンスターパクる。お、なんか遅延ありますね。よしよしよし、ライフポイント調整は終わった。とりあえずあとはどういうデッキかによるが、さあなんだ。おっと、長いな。何を考えてるんだ。天罰、あ、なるほどね。なるほどなるほど。まあいいや、天罰は逆に使わせだと思いましょう。時の魔術師をね召喚して、時の魔術師の効果に天罰使われてたら一番嫌だったので、それはすごく良かったと思います。あ、クリボールいいね。クリボールいいじゃん。なんだっけ、エネコン。よっけよっけよっけ。これ防御手段すごくたくさんあるので、これは流れ的にはいいと思います。よし、行くぜ。運を味方に。オモテラドカンで、ここでバトルだ。ゴー。オッケーオッケー。もう天罰ないね。もう天罰ない。でこれでターンエンド。あの手札はでも多分パクられたくなかったってことは、まあ多分なんか何かしらのモンスターなんでしょうね。でも上級だからブルーアイズとかあの辺なのかな。はい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 、よしやっていくぞ。今回の新爆で出ました、ギリグナです。暴れ牛を効果発動。いくぜ。コインは表だ。表しか出ないぞ。うーわ、おっしゃ、いくぜ。表だで1000ダメージで、ここでバトル。こっちからこれ実質このフィールドが空いてる状態って時って後ろに要は攻撃力2200みたいなもんですから、容赦なく取っていく。バトルだ、態度だ。バトルじゃない、間違えた。興奮してちょっと噛んでいる。ここでドローしてくる。そして攻撃表示モンスターを出してくるでしょうね。普通は普通の方ならターンエンドしてくる感じ。ターンエンドでいいの。カッポベースで使っていこうか一応ね。カッポベース、キルだ。おもてしか出ないぞ。まあただね、結局これ暴れ牛鳥の効果使っちゃうも勝ちなんですよね、これね。荒野の太刀巻き、なるほど。はいはい、それ意味ないっす。結局効果は止まらないので、ついたら使わない。ドンやってセットはしなくてもいいっす。うわ、行くぜ。おもてなぜ、ババッと引いていく。よっしゃ、後ろに召喚だ。この光景やばい、マジで。ちょっと今召喚しようか、使ってこうか、効果。行くぞ、アベレーションで効果ゾーン。コインは表だ。行くぜ。くる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 。この光景はマジでやばい。はい、対戦でました。なんだ今のフィールド。さあ2戦目やっていきましょう。これでまた闇遊戯くんですね、よろしくお願いします。ワックス使いすぎ。闇の力、あ、シンプルに闇の力か。うん、なるほど。おー、こっちのドローフェイズ、ちょっとね、銀幕が初手2枚はいらねえんだよな。こう難しいですよね、銀幕とかも初手に1枚は欲しいけど2枚あるといらないっていうパターンのカード、それをね2枚入れるのか3枚入れるのかとか、ね、そういうのはね、あ、まずいですね。このままだと勝ち目だ。何、へへ、こいつはまだだから気をつけな。挑発していく。はいはい、まあ結構ね今ね海外の方とかもとねマッチングするパターンも結構多いんでね、結構海外の方とかはね割と楽しんでやってる方多いので、結構ねセリフとかもバンバン使ってきますね。まあ、これがキースとかだとね煽られまくってマジでうざいんですけど、オラオラとかすげえ言われるんで、それはかなりうざいですけど。カップオブですか。どうしようかな。これでもねやることないんだよな。
ターンしかないかな、うん、ターンしかないですね。とりあえず、こっちはね、鎖使いと銀幕で基本的にはライフポイント調整、あ、まあ、ツイスターもありますけど、でライフポイント調整していくような感じなんですけど、ライフポイント調整カードに偏らせすぎると今度戦略がね、できるコンセプトが破綻していくので、時の魔術師とかツインバレルとかその辺はね、あんまりね、数をね減らしたくないんですよ。戦火戦火みたいな、まあなんかセットとかしてくれるとありがたいんだけど、あの伏せカードなんだろうな、バトル1000もらう感じか、1000って微妙なラインですね。これがね、1000なんかいくらとかだったら次のターンで銀幕っていうパターンがあったんですけどね。でこれ1000もらう、うん、1000はかなり微妙だぞ。1000ね、1000ちょっと超えてくれればもらってから銀幕発動でライフポイント調整済んだんですけど、これは微妙だな。まだ気づかないのか俺たち、何全然気づかない、わからないどういう狙いなんだろうか。エネコとクリボールと銀幕あるから、まあ多分なんとかなりますね。頼む、逆転の奇跡が起きてくれ、ターンエンド銀幕でしょ、銀幕1000くらい使えねえからな。次なんだ、要するに暗殺者のみオンリーでアタックしてくるんだったら銀幕使えるんですけど、ただね、2体から殴るパターンだとちょっとややこしくなる、ややこしくなる。セット、はいはい、セットね、セットのあるカード伏せる、1400、あ、はいはいはい、1400か、1400、1400でアタックしてくるかな、それとも真ん中のやつを起こすか、ガンステ1800もらったところで何も起きないから、ここは銀幕使うしかないですね。900になるけど、あと残りライフで100になりますけどあと残りライフポイントが100になりますが、使うしかないです、銀幕使うしかないですね。で2100でしょ、で次維持しますね、維持することによってでツイスターとか来るかな、このタイミングで、このタイミングでしたところではあんま意味ないんですよね。向こうの方もそんなになんか考えることなくね、ターン終了だよね、そうだよね、よいしょ、危ない、怖い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 、オッケー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 、でここで2000払う残りライフで100ですけど、とりあえずはカップオベ使いましょうね。でここで一応アドを稼いでいきましょう。で運を味方にします、いくぜ、運を味方にというかもうイカ様コインだ、オッケーオッケーオッケー、うん、難しい、エネコンでももう一枚あるから、まあ時までいいでしょう、とりあえずは。でここで効果発動です、天罰やめて、マジで天罰戦的だから、うお、よしよしよし、ないない天罰ない、表来る、ドカンやっていく、これ道連れかな、道連れるな、多分な、道連れ来たらしゃーないから、このタイミングが道ですね、このチェーンは。城の内ファイヤーって言って煽っていって道連れ来るな、多分これは長いな、チェーン多分これこのなんかラグい感じから言うと多分外国の方、あ、リジョンか、びっくりした、リジョンかい、それは別にいいや、いくらでもやってくれ、リジョンとかいくらでもやってくれ、はい、なんもないんかい、そしてなんもないんかい、あ、やべ、バトルズ乗せた、まあいいややべやべ、なんか変な喋ったらもうバトルズ乗せたわ。ただね、これね、怖いのは闇遊戯のパターンの場合、怖いのはマジシャンズサークルっていうかなりうざいカードがありまして、これだとですね、時の魔術師のアタックで魔法使い呼べちゃうんですよ。オッケーオッケーオッケー、それはいいや。じゃあちょっとエネコンセットしといて、これはここはですね、時の魔術師マジシャンズサークル警戒で時の魔術師はアタックせずにいきましょう。っていうのもやったんで、これで表にしていく、オッケー、で線与えていく、で時の魔術師は守備表示にしといて、これでバトルですね、よしよしよし、いいぞ、オッケー、でターンエンドだ。
これがね、あのね、闇営のパターンは、とにかくね、マジシャンにつなげてかなりうざい。時のマジシャンのアタックにチェーンして、ガールぶっ飛んできちゃうんで、ガール飛んでくるとね、まあきついですから。コストダウン、なるほどね。コストダウンで手札する何出してくるかな。まあ多分ガールだろう。リジョンガードブラマジか、それか。リジョンガードブラマジもあるか。はぁ、あ、はい何がしたかったの。そしたら、お遊べたになってます。まあ、うん、それ俺のセリフだけどね。超能ファイヤーこの人何なの。効果打つと、暴れ後ろの効果はどうだ、表だ。よし、いいぞ。で、こうだ。お、ドカン。よし、やっていくぞ。こうしたら、アンパンマンのサイズ感も召喚していこうか。いこうかね。で、バトルだ。よし。最後は暴れる、暴れる後ろにの、あ、セーフいっぱい言ってくれたから俺もデュエリストである以上俺だって負けてらんねえんだ。ゴー、よしはい、大変でした。ちょっとな、最後のコストダウンが何がしたかよく分からなかったんですけど、はい、大変でした。はい、いかがだったでしょうか。もしね、あの動画気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。コメントもあのガンガンしちゃっていただければできる限りあの返していきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。それからですね、ぜひあのツイッターなんかで共有していただければとてもありがたいかなというふうに思いますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。動画の最新情報だとか、あとデッキレシピなんかをね、あのツイッターでどんどん発信していますので、ぜひフォローしていただければというふうに思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきましてありがとうございました。もし動画気に入っていただきましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。パソコンの人は右のアイコンをクリック、スマホの人は下のボタンからお願いします。ツイッターなんかで共有していただけるととっても興奮します。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。